はい、本日はですね、こちらのグレゴリーのデイパックを紹介していきたいなというふうに思います。でこれいかにもこれパッと見てもらったらこう男臭い感じになってると思うんですけど、これがですね昔からって1977年から発売されてて、多少のアップデートとかあるらしいんですけど、もうほとんど形変えずこのままずっと来たっていうことで、なんか人によったら自分の父親から譲り受けて、なんか30年ぐらい前のデイパックを今息子が使ってるみたいなのもあったりするらしいので、こういう話で男の人好きじゃないですか。で女性あんま全然ピンとこへんし、へーって終わると思うんですけど、男ってそういう受け継いでいくみたいな感じのでロマンあるから、送り迎えは俺のハーレー、二十歳になったら譲るのが夢ってあるじゃないですか。そんな感じでこう子供に譲るっていうのは結構夢やと思うんですけど、それぐらい結構昔からある名作中の名作のリュックになってるので、ちょっと定番やし一回買ってレビューしてみようかなと思ったんで、こちら購入してみました。で今日の流れとしてはですね、またいつも通りリュックの時はそうなんですけど、容量どれぐらいの容量が入るるんかっていうのをまず見てもらってから、次に特徴ですね、このグレゴリーのデイパックならではの特徴っていうのがあるので、その辺のお話しして、その次にデメリット、ここはちょっと微妙なんですよねみたいな話をして、で次にそれでもおすすめの方っていうのは多分こういう方は向いてると思いますよみたいな話をして終わりにしたいなというふうに思いますので、まず最初は容量からいきたいなと思います。でこれがですね、容量が26リットルっていうことで、デイパックってそのまま名前のごとくデイって1日分の荷物が入るっていうのがこの26リットルになってるんですけど、実際どれぐらい入るんかっていうのを見てもらいたいんですが、一応ジップに関してはこの前の斜めにあるジップと、あとこのリュックのメインのとこ、顔と言われるんですかね、なんて言われるかわからんけど、ここの部分が2箇所ジップがついてる感じになってるので、ここになってくるんですけど、今ちなみにこの前は何も入れてないんですが、このメインのところはどれぐらい入るんかっていうのを見てもらうんですけども、大体学生の方とか、あと社会人の方でも1日分の荷物はぴったり入ってるんですね。例えば、こう水筒ですね。ハワイの時にハワイのどっかのお店で買ったんですけど、サーフ&シーかな、なんかっていうところで買いました。で次が、例えばちょっと寒くなった時用にジャケットとか入れておいたり、雨降った時用のジャケット入れておいたりとか、あと次は傘ですね。折りたたみ傘。雨降った時用のジャケットあんのにお前傘もあるんかいって感じなんですけど、やっぱり備えあれば憂いなしということで必要でしょうということになってて、でその次が着替えですね。ちょっとした着替えとか、それこそ1泊2日ぐらいだと全然いけるので、下着、肌着ぐらいは用意しとこうかなっていうので、そういうので男性のエチケットじゃないですか。やっぱりお泊まりがあるっていうことは、下着ぐらいはせめてね、ちょっと持っていった方がいいやろうということになってて、でその次に男性やったらよくわかると思うんですけど、こういうのはリュックに忍ばして、芳名酒っていう、これがですね、アルコールがきちいんですよね。14度以上となってて、こんなもんロックで行っちゃったらもうとんでもないことになると思うんですけども、一応これは広島県で買った、なんていうんですかね、その広島県ならではのお酒らしいんですけど、そういったものが多分皆さん入れてはると思うんですけど、そんな入れてたりとか、でその次に靴ですよね。ビジネスとかやったら常に革靴履いてると思うので、そんなちょっとしんどいなっていう時なんかはこういったスニーカーなんかも持っていくよという方もいらっしゃれば、あとスリッパとかでもいいと思うんですけど、リカバリーサンダル持っていくよという方もいらっしゃると思うので、こんなん入れていったりとか、でその次に一応これパソコンのスリーブケースついてるんですけど、これ今一応入れているのが、こういった何インチになるんやろうな、これ11か12インチぐらいかな、13まではないと思うんですけど、11インチか12インチぐらいだったら全然入りますし、一応サイズとしては13インチまでスリーブケースがあるので、そういったパソコンやったら入るんですが、僕が普段使ってる16インチのパソコンはちょっと残念ながらスリーブケースには入らんくて、カバン自体には入るんですけど、ギリギリ入るんですけど、スリーブケースのこの中には全然入らなかったんで、これ嫁のお父さんからいただいたパソコンなんで、とってもいいものにはなってるんですけども、これが何インチでどういうモデルかはちょっと知らないんですけど、一応こんなパソコンも入りますよっていうのが一応大体26リットルの大きさになってます。なので1日分って考えたら全然問題ないかなと思いますし、それこそ逆にこれ以上何入れんねんっていう感じだと思うんですけど、こういった水筒とか、ちょっとした羽織るもん、着替えとか、あと靴とか、あとは折りたたみ傘とか、あとはこういったお楽しみグッズとかで、パソコンとかっていう、こんだけ入るので、十分やと思うんですけど、こういった容量が26リットルということになっております。だいたいリュックってこう26リットルぐらいが多いので、皆さんイメージしやすいと思うんですけど、容量としてはこんなもんになってます。で一応カバンの形状としてはですね、
先ほど言ったみたいにこのメインのところがまあほぼこのデイパックの全てになってるんですけど、ここにまあスリーブケースがあって、こっち側なんていうんですかね、この表の方のペロンとめくった方にメッシュのちょっとした小分け入れるポーチみたいなのがあるので、まあ、ポーチというか小分けに入れるものがあるので、まあ、ここにキークリップもあるから多分鍵とか入れたり、あとティッシュ入れたりリップ入れたり、そういった小物をピュッて入れたりする分にはこの辺は使えるかなという感じですね。でそれ以外には特にポケットとかはないので、あとはこの前面の部分の斜めのジップのところには例えばちょっとした小型のノートとかメモ帳とか入れたりはできると思うんですけど、別にこの中も特に小分けの仕切りとかは全くないです。で次はですね、特徴とかを見ていこうかなと思うんですけど、このグレゴリーのデイバッグっていうのはですね、その先ほど言ってたみたいにこうちょっとずつアップデートされていってるっていうことなんで、まあ、細かい部分っていうのがしっかりこうアウトドアでも使えるし街でも使えるような仕様になってて、まず1つ目っていうのがこの紐なんですよね。このショルダーの部分のクッションっていうのが結構しっかりされてて、しっかりされててというかしっかりクッションが入ってて、こうパッて背負った時に肩にこう当たるじゃないですか、リュックのこういうのって。でリュックの重心が全てこの肩に来ると思うんですけど、その時にこのクッションがしっかり柔らかくて分厚いので、こう肩へのストレスというか肩のこう疲れが軽減されるんですよね。で例えば他のリュックとかやったら同じ26リットルのリュックでももうちょっとペタンコなんですよ、この肩の部分っていうのが。だから疲れがダイレクトに来やすいんですけど、このグレゴリーのリュックは結構しっかりしてて、それこそ3万円ぐらいするリュックのアークテリクスとかとあんまり変わらへんぐらいのクッション性というか背負い心地というか、まあ、そんな感じになってると思うので、まあ、この辺はかなり特徴的やなと思って、めちゃくちゃ考えられて多分作られてるんやろうなというふうには思います。そして次にですね、このグレゴリーのバッグでもう一つ特徴的といえばこのジップなんですよね。このジップが何が特徴的なのかというと、まあ、普通って大体ジップの大きさってそんなにめちゃくちゃ大きいってことないと思うんですよね。だけどこのグレゴリーのリュックのこのジップの部分見たらめちゃくちゃ大きいんですよ。普通の多分バッグの 1.5 倍ぐらいあるジップになってて、まあ、それの何がいいかというと、とにかくこう開け閉めがしやすいんですよね。ジップが大きいからすぐ掴めるし、キュッて上げれるし、キュッて閉めれるし、でなおかつ噛みにくいというか、ちっちゃかったらこう閉めたり開けたりするときすぐ噛むと思うんですけど、まあ、これは大きいので噛みにくかったりするので、まあ、ここなんかは多分改良して作られたのなという感じで思います。普通だと多分もうちょいちっちゃいと思うんですけど、結構でかく作られてるので、まあ、個人的にもこれは触ってても、あ、開け閉めしやすいやろなっていう感じだったんでいいんじゃないかなと思います。そして次はストラップですね。まあ、こういうアウトドアのリュックとかで結構多いと思うんですけど、こうやって背負うじゃないですか。で背負ったりしたらこの前の部分でカチンって止めれるストラップというかこんなのがあると思うんですけど、これだいぶ縮めすぎてるな、まあいいか、まあ、こんな感じでこうカチンってできると思うんですけど、次これ腰の部分もあるんですよね。で腰の部分もあるんですけど、これ実は腰の部分って大体あんま皆さんつけへんじゃないですか。でこうブラーンってなってると思うんですけど、このブラーンとなった状態のままやったら、まあ、大学生ぐらいでいいと思うんですけど、大人の方ではちょっとだらしない感じあると思うので、そういった時はこういう風に右側に収納できるんですよね。でまあ分かりやすく言うと、まあ、こっちが今ダラーンとしてて、こっちは今ないんですよ、収納してる状態なんですけど、どうするかっていうと、このここにちょっと隙間があって、このショルダーというかストラップを入れる場所があるので、そこにピューって入れていくんですよ。ほんなら綺麗にストラップを隠せて、なおかつ背負ってる時とかもう体に当たったりとかしないので、見た目もスッキリするし、そして使う時にはこれを出せばいいだけっていうことになってて、やっぱり下の紐がないだけで結構一気にシンプルな感じになると思うんですけど、まあ、こんな感じで収納ができます。そして次がですね、まあ、このグレゴリーのデイパックっていうこのカバン限定にもなるんですけど、まあ、グレゴリーのカバンって言われたら皆さん多分これをイメージすると思うんですけど、この斜めの何て言うんですか、今出てこへんな、斜めのチャック、ジップっていうのって他のブランドであんま見ないと思うんですけど、まあ、これがまあ特徴的にはなってると思うんですが、一応理由としてはこの斜めにすることで取りやすさっていうか、こう中身が取りやすくなるらしいんですけど、僕個人的にはこれ斜めでも直線でもあんま変わらん気はするんですけど、まあ、一応取りやすくするためにこの斜めになってるということらしいです。そして特徴の最後もう1個目っていうのが、この背面部分というかその底の部分ですね、底の部分が生地がちょっと変えられてるんですよね。でこれは何かっていうと、例えばリュックとかを地べたにこうやってパンって置いたりとかすることってあると思うんですけど、こう何回も何回も地べたをリュックにパンパンって置いてたりすると、どんどんこう下の糸がほつれてきたり、あとまあ摩擦とかで弱ってきたりすると思うんですけど、そういうことも考えられて、この上の部分というか前面の部分とか背面の部分の
生地感とはちょっと違う生地を使ってて、あ、これどう見ても頑丈やろうなっていうか糸も太いんですよ。でそういう生地を使うことによって劣化しづらいような感じになってるので、結果的にこう代々受け継いでいけるというか、まあ、それぐらい頑丈に作られてるというか、まあ、あの考えられて作られてるようなカバンになってるんかなと思います。で次にデメリットとかを見ていきたいなと思うんですけど、これデメリットはですね、まあ、実際触ってみて分かったんですけど、何かっていうと2点あって、まず1つ目っていうのが、一番最初にも言ったみたいに小分けするものがないんですよね。小分けする場所がなくて、まあ、例えばなんですけど、他のこれノースウェイスのホットショットっていうカバンなんですけど、こういうのやったら横側にちょっとメッシュのこういう水筒とか入れれるような場所があったりとかするので、まあ、ちょっとした飲み物とかってこうやってパッてペットボトル入れれたりできるんですけど、このグレゴリーのデイバッグにはそういう横とかはないので、基本的にはメインの収納に全部掘り込む。で鍵とかがあっても、とにかくこのメインの収納か、もしくはこの前の斜めの部分に入れていくっていうのが収納方法になってるので、まあ、ここはちょっと小物を入れる方なんかにはまあ微妙かなというふうには思います。で次のデメリットっていうのがですね、ここのジップのフラップってあるじゃないですか、このなんていうか生地が上から覆さってるような感じのところってあると思うんですけど、これがあの何の役割も果たしないんですよ。でこれに関しては僕だけかもしれないんですけど、こうジップを開け閉めするときっていうのは一回フラップを外に出すんですよね。でジップを見せてあげるような状態にして、こうジップをヒュッて開けてあげたら全然問題ないんですけど、例えばこのフラップがこう閉じてる状態というか、こうなってる状態だったらジップ開かないんですよ。なので一回一回フラップを開けてあげてジップを開けるっていうような感じになってるので、多分僕の使い方、もし僕が使うとするなら、多分常にこのフラップが開いてる状態というか、まあ、こういった状態で使うと思うので、そういうのが面倒じゃない方はいちいちこうやってできると思うんですけど、僕結構こんな面倒くさいので、このフラップが干渉するせいで開けれないってなってきたらイライラするので、もうそうやったら最初からこうやってフラップをもう丸見えにしてる状態にして、まあ、使用していくんじゃないかなというふうに思うので、まあ、この辺は人によってはデメリットで、人によってはどうなんともならへんって感じだと思うんですけど、あの気にならへんって感じだと思うんですけど、そんなところがまあデメリットかなと思います。まあ、なのでおすすめの人がどんな人なのかっていうとですね、まあ、これってまあパッて見てもらったら分かると思うんですけど、今の流行りを追うタイプの人には向いてないというか、こう流行っぽくはないじゃないですか。まあ言うたら1977年からもう今で何年、40年50年ぐらいずっと発売され続けてるものなので、こうどんどん使って使って味を出していったり、クタッとさせていったりとか、まあ、それこそ流行りっていうよりかはクラシックな感じの、あのアメカジが好きとか、こう古いものが好きとか、昔ながらのものが好きっていう方にはもうこれはドンピシャだと思うんですけど、今の流行をとにかく追いたいっていうタイプの人からすると、だいぶこれはあのちょっと違うというか敬遠しちゃうと思うので、まあ、定番のものを長く持ちたい方とか、あとちょっとまあクラシックな好きな方っていうのはもうこれはもうドンピシャかなというふうには思います。でまあ先ほどあのデメリットのところでフラップが邪魔っていう話はしたんですけど、まあ、基本的にはもうこうやってフラップを丸出しにしとって使ってれば何の問題もないと思うので、まあ、そういうのダサいやんかっていう方がいらっしゃるんやったら、まあ、そういう方には向いてないっていうカバンかなというふうには思いますね。はい、ということになってるので、まあ、僕がこう全体的に見た感じで言うと、まあ、なんていうんですかね、最新の、素晴らしい機能とか近未来な機能が詰まりまくってるカバンではなくて、まあ、あの昔ながらの感じのを少しずつアップデートしながら今に来てるっていうようなリュックになってるので、まあ、本当に冒頭でも言ったみたいにどんどん同じように年を取っていけるというか、自分が年を取るのと同じように、まあ、このリュックも一緒に年を取っていって、多分黒っていうこの黒みの色からちょっと薄い黒になっていったりとか、ちょっと茶色っぽくなっていくっていうので味が出てくるようなリュックになるんじゃないかなというふうには思います。はい、ということになってるので、まあ、今回はグレゴリーのデイパックっていう、まあ、一番定番中の定番になってると思うので、まあ、紹介をしてみたんですけど、まあ、値段的には 22,000 円ということなんで、まあ、クオリティから考えたら、まあ、人によっては高いと思うやろうし、まあ、人によったらクッションとかもちゃんとできてるし、こういうジップとかも結構大きめに作られてるから、いや全然ありやろうっていう人もいてると思うので、まあ、このリュックは結構好き嫌いがはっきり分かれるんじゃないかなというふうには思います。はい、ということになってますので、本日はですねこのグレゴリーのデイパックを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。